様、朝の総ぶれでござりまする。上様のおなーり。江戸시대의일본그당시왕실에는여자쇼군을위한은밀한장소가있었고이는바로미남들로만이루어진오우쿠라는곳이었습니다애니메이션오우쿠지금시작합니다전국의원인모를역병이돌며남자들은사망하고여자들이생계에뛰어들게되는데요혼인제도까지무너지며돈을주고남자의씨를구하고하지만이상황에서도특권층은남편을얻을수있었습니다남성인구가절대적으로부족해지며위기에처한왕실은여자를쇼군으로내세우는데마이타마이타도유노신本当はまだいけるはずだぜさあ勘弁してくれ旦那の剣術狂いに付き合ってたらみんな病気になっちまうよ한편가난한하급무사의아들로인품과무예를겸비한유노신それに旦那はモテるじゃないの私知ってんのよ旦那がいろんな女に小種を頼まれて一度も断ってないことそのご器量なら本当はどんな女だってよりどりみどりだろうに貧乏な女ばかりに女たちは惚れた晴れたで俺と寝るわけじゃねえんだぜみんなただ子供が欲しい切ねえじゃねえか속꿉친구은우부는그를짝사랑하고있었습니다유노신요로코부노자소나타니요이엔단가마이리마시타조소나타모모주크콘나요이오하나시와코노사키니도토아리마센조홍기가찬그에게도혼담이들어오지만단시의일생무코니이쿠요리모っと이에노타메니できることを見つけましたので오옥でございます오옥보공에아가레바私の食いぶちが減る上十分な手当が出ます仕送りができるんだ집안형편을걱정한그는스스로오우쿠입성을자청하죠소나타本当に오우쿠に行くんですね男っぷり上がったろ行っちまうのねどうしたって俺とお前この先夫婦になることはできねってのに사실그또한오노부를사랑했지만그녀의행복을위해포기하려는듯보입니다今日からお산の間に入らせていただきます水野優之進と申します。그렇게시작된오옥쿠에서의첫날하하이로男だぜ実際にはこの江戸城内に使える男の数は800名にも満たぬ。右を向いても左を向いても男男男よいか大奥の中で措置がこれから先見聞きすること一切他言無用따라서이곳은한번들어오면평생나갈수없는곳이었죠아이마리마스르사샤리모세바로그때뭔가요가이혼나노가와리니나르노요박수사こやつ驚いて声も出ぬわ。このおめえら全員叩き切ってから地獄に行ってやる。그의용맹함에다들꼬리를내려버립니다。大奥では至極当たり前なことよ。考えられねえ。お主も女と寝ずにあと一月もいればわかるさ。一歩江戸城の外に出れば。小種が手に入らなくて困ってる女たちで溢れてるってのに我らは先ほどの金魚鉢の中の金魚なのよ。え？男たちを無駄に囲い貴重な小種を無駄にさせ같은방스기시타의설명에안타까움을느끼는유노신그러던어느날야야난노どうじゃ大奥自慢の鳥の火の送迎庫これは大変ご無礼つかまつりました무술연습을훔쳐보던그는오우쿠계급1위후지나미와마주치는데요剣客として措置の技量しかとわしに見せてみよ誰だあいつは何でもお三の間の新参者のおお水野か一番腕の立つ者は、はあ、しかし構わぬ、うん、鶴岡이곳의핵인싸鶴岡와대결을시작하고大奥でよりすぐられるのは顔や家柄だけじゃねえというわけだ。いや、필살기。大丈夫でしょうか？
鶴岡様、それがし、剣の道に入って今までこんなに嬉しい日はございません。あの立ち筋の何とすると。うるさい。おのぶ、ここは暗い。心が暗いのだ。몇 년 뒤 어린 쇼군이 병으로 서거하며 왕실은 새로운 주인을 맞이하게 되고 용맹한 성격을 가진 요시무네가 정권을 잡게 됩니다. 난ですと? 来月まで 大奥への総ぶれはなさらぬと 上様が? まだ一度の総ぶれもないという今の事態も 十分非常識なことなのですぞ. 하지만 새로운 쇼군이 오오쿠를 찾지 않자 불안감을 표출하는 후지나미. 一体 上様は 何をお考えか?この国の行く末を。え?それがしをお中郎に。얼마뒤두각을보인윤호씨는오추로계급으로승진하고쇼군의측실이될확률이높아지는데요なんでも吉宗公は武芸の達人、力士と相撲を取って勝ったこともあるという勇ましい女性らしいからな。水野、お主には礼を言わねばならん。藤波様よりお主の身の回りの世話をせよとのお言葉で。같은방스기시타와함께새로운시작을하게됩니다。皆の者、新しくお中郎となった水野である。皆様どうぞよろしくお願いいたします。현재お中郎は다들잘생기고어린외모를갖고있었고。思っていたよりずっと面白い男だったようだな。후지나미는자신이아끼는마츠시마를측실로올리기위해계략을꾸미는데요。안신세이、お前を吉宗様の第一の側室に押すというわしの考えは変わってはおらん。얼마뒤쇼군의행찬날、오오쿠는이에대한준비로분주하고、お支度整いましてございまする。なんだ、これはまたえらく貧相な。しかしそう言いながらあの男から目が離せないでいるではないか。上様、오오쿠의朝の総ぶれでござりまする。처음으로오오쿠를찾은요시무네。난또마바카바카시ほどに着飾った男どもだ。いくつもの占領箱が見えるわ。それにしてもこのお買い取りとやらの歩きにくいこと。上様。今笑うたやつ、なかなか度胸のあるやつよ。返事をせ。바로그때。それがしでございます。そこの黒い紙下の表を上げ。おお、本当に着物を座った男のようだな。藤波。그가마음에든쇼군은침소에들기를명하는데요。俺が。未婚の将軍の初めてのお相手をする男子は御内相の方と呼ばれるそうなのでございます。ですが、その御内相の方と申しますのは。内々にそちは打ち首にされるのだ。そちの実家である水野家には六高のご家蔵と十分な見舞い金が届けられることになるであろう。このお役目慎んでお受けいたす所存。おのぶ、おのぶ、おのぶ、こんなことなら別れる前におめえと寝ちまえばよかった。そういうことでございましたか。이렇게마츠시마는한번에연적을날려버리죠。苦しゅうない。表を上げ、私の物知らずのせいで、そなたにはまこと、いくら恨まれても足らぬと思うが、むごいしきたりだが、許せよ。그날밤、윤호씨는참았던눈물을흘리고맙니다。サブローザ、調べてほしいことがある。何か言い残すことは終わりかな。いや、ござらぬ。これが俺の最後か。그런데、そなたはこれで死んだのだ。これからそなたは違う名を名乗り、違う人間となってもう一度新しい命を生き直すのだ。田島屋を助けると思ってどうだ。その娘の婿になってやる気はないか。このような悪臭、私の代からは一切廃止せねば。もっちょら、コルクロシ최고인데。大なたを振るってやらねばなるまいよ。おのぶ、おのぶ。おのぶ。本当に何だって言うの。
쇼군 덕분에 사랑하는 여자와 새로운 삶을 살게 된 유노신. 미나노모노! 오니와 오메미에자! 이는 용모가 빼어난 남자를 정원에 모아놓고 쇼군은 이 중에서 파트너를 고르게 되는데요. 失速契約の精神は大奥にも必要だ。皆に暇を出すためだ。 깜짝이야. 皆も存じおる通り、将軍家の財政は逼迫しており、人員の削減はやむを得ぬところである。どうか容姿端麗のうちに良縁を得て、故郷で幸せな一生を送ってほしい。それが私の心からの願いである。 그렇게 잘 나가던 오시명은 낙동강 오리알 신세가 되어버리죠. 負け申した吉宗公。とても我らが手玉に取れるようなお方ではない。 얼마 뒤 서구를 찾은 쇼군. こちらです。頼みがある。御右筆のつけている大奥の日記を見せてほしいのだ。あなた様が来られるまで誰も尋ねてはくださらなんだ。この大奥を作った春日局は一体どのような男であった。 春日局様は女性にございます。 이곳 오오쿠를 창시한 카스가의 시대로 시간은 돌아갑니다. 오늘도 분주하게 시체를 나르는 사람들. 오르이さんとかの息子もやられちまったよ。ちまたじゃ赤面放送なんて呼んでるらしいね。このまま男がこの世から減ってくばかりなんてことはありえねえさ。 정면포창은 젊은 남자에게만 발생했고 창궐이 심해지며 쇼군 이에미츠까지 사망하는데요. 왜사마 이에미츠코 고생겨대고사르. 아카즈라 호소와 若い男のかかる病と聞くぞ。上様は御年31であられる。 그의 이모 카스가는 큰 충격에 휩싸이고 위태로운 왕실을 지키기 위해 고심하게 됩니다. 그로부터 6년 뒤 신임 주지가 된 아리코토는 에도성의 인사를 위해 방문하고 この度、慶光院院主、継ぎ目御礼にまかり上られました。この度は、先代跡目相続の御礼を申し上げたく、誠にありがたく存じ奉ります。面を上げよ。これは美形じゃ。 그의 놀라운 미모에 대신들은 술렁이기 시작하죠. はるばる江戸へ参った慶光院院主を手厚くもてなすよう。はは、改めまして。 大奥総取締カスガにござりまする。 그리고 떠나려는 그를 잡아두는 카스가. これ以上の滞在はそれは困る。 どうか院主様この通りでございます。 今しばらく江戸にご逗留なさってくださいませ。 다음 날 院主様どちらにおいででしょうか。 江戸にいるうちに増上寺御廟所と上野東照宮に参拝させていただこうと。それはなりません。当分外出はお控え遊ばすようにとの上様からのお達しにございます。おい、どういうことや。訳を教えてくれ。一体これはどういうことなのや。それを待たれませ。とにかくいずれ上様のご沙汰がございます。 곧이어 그들은 새로운 사실도 알게 되는데. 江戸城の大奥いうところがどないな場所かご存知でございますか。 大奥にいるのは実は男ばかりやという。 院主様は御所の金立ちの中でも飛び抜けた美しさ、当代の家光公が男色好みなのは有名な話や。まさかとは思いますけど。そこをどきなさい。できません。そこをどきなさい。それはできませぬな、院主様。そう、 あなたはこの江戸で元属し、将軍家光公のお腰となるのです。あなたさまには上様の待つ江戸城大奥に入っていただく。今すぐ総席を捨てて元属なされ。 압수사. 위기에 처한 아리코토. ここから力ずくで逃げ出そうなどとは夢夢大思いにならぬことじゃ。 吉原の遊郭から特に許されて。 この御用屋敷まで参りました。この女子たちで私を籠絡すれば心変わりするはずやと春日局はお考えなのやろ。私は坊主や。いいえ、有功殿。もっとも
隠れて女子を抱いている僧侶などこの世には山ほどござりましょうに。女子を抱きなされ。그녀는요구에응하지않자폭력적인방법까지사용하고사요카레와무카테히다리노호노보즈오야리야호무카사마무사마次はその小坊主ですぞ。やりゃ。待て、院主様、あきまへん。では女子を抱いて還俗なさるのじゃな。あきまへん。うんと言わねばあなたのためにまた人が死にまするぞ。アリコトは교쿠에를살리기위해결국환속을택하게됩니다。アリコト殿があの小坊主も一緒に大奥に連れて行くと。は、いかがいたしますか、春日様。ま、よかろう。それより昨日の遊女たちだが、関わった者たちの口は全て封じておかなければ。얼마후일본에는정면포창이무섭게번지고남성인구는여성인구의절반까지감소해버립니다。アリコト様、江戸城大奥到着いたしましてございます。어느덧머리도기르고쇼군에게선보일준비가끝난아리코토。苦しゅうない。表を上げい。어아니이목소리는これが春日の探してきた元坊主とやらか。놀랍게도쇼군은여자였고오만허아리코토という名それほどお気に召しませなんだでしょうか。わしがおまんと呼んだらはいと言え。그는말실수로호된매를맞게되는데요。その男、腫れ上がった顔が元に戻るまではわしの前に決して連れてくるなよ。あの方は本当はどなたなのでございますか。あのお方は亡くなった家光公のご息女であられます。あれは今から17年前。上様、なりませぬ。もう江戸城にお戻りを。과거궁밖으로나온이에미치는재미를위한사륙의희생자를찾고있었고마사카츠나래서도울죠난다오나고가つまらん。ですが嫁にもなんと美しい女性でございましょう。오나고와あのようにたおやかで麗しきもの。마사카츠의칭찬에흥미를보인그는결국겁탈을시도하죠。나레모코누카미하리오시ておれよ。上様。1年後、血の身を抱いた女子が江戸城にやってまいりました。だが上様は知らぬ存ぜぬを通されました。そこにお世継ぎもないまま家光公が逝去した。まさかつ母上、人払いをしおさじの口一つ封じたところでどうにもなりませぬ。쇼군의죽음은곧왕실의피바람을의미했고그녀는가문의세력을지키기위해이를비밀에붙이게되는데소나타토쿠가와케노타메니ここで死ぬ。ひそかに江戸の町娘に産ませた姫君がいずれその姫君のお産みになる男子をお世継ぎにすればよい。그렇게베일에쌓인쇼군이탄생하게됩니다。では私がここに連れてこられたんは、この大奥で上様との間にお世継ぎを設けていただくこと、そして当代の上様が女性であるという秘事、あなた様を一生この大奥から出すことはできません。お中老、私以外にもそのような方々がおわすのか。사실씨를제공할남자는여러명이더있었고。アリコト様にござりまする。上様のお好みはこういうなよなよとした色男であられるか。せいぜい気をつけろ。上様はご自身にとっての初めての男をお手打ちになさったのだそうな。その男が自分の体に傷をつけたからという理由でな。おまん、おまん。이후쇼군은고양이까지선물하며아리코토에게호감을보이는데요。かわいいから嫌なのじゃ。娘を思い出す。なんじゃ、わしに娘がいたらおかしいか。わしが15の時の子よ。生まれてすぐに死んだ。生娘でのうてがっかりしたか。母が子を失うは、この世で最も深い悲しみの一つでござります。그의진실한마음이통하며、둘은점차가까워집니다。上様。なんじゃ。
近頃、若い娘の髪を切り奪っていく通り魔のような侍がいるのだとか。パプスさ、ポミニどうよに？いかにもわしが沢村に命じて女どもの髪を奪ってやったわ。こんな馬鹿げたいたずら、ご自分の国のために何ということをなさいます？自分の国の民だと？わしは所詮徳川の血をつなぐための狩り払よ。그녀는오랜세월참아온서름이폭발하지만人は皆己ではどうにもできぬ定めを受け入れて生きているのでございます。ご自分お一人が辛い思いをしているとお思いなら、それは大間違いや。아리코토의연이은빈안에눈물을흘리게되죠まことあなた様は将軍家光様のお子。今からあなた様の名は千恵姫ではございません。あなた様はお父上の身代わりになるのです。과거아버지의죽음으로그녀의어린시절은송두리째사라져버렸고어느날궁안에서몹쓸짓까지당하는데요この大奥で女を抱けるとはな。上様、将軍の体に傷をつけたのじゃ。だから殺してやった。それだけのこと。わしがこうはらんだと海とはない。春日、わしの娘じゃ。赤子が父を吸わぬ。그리고아기의죽음까지모든걸홀로견뎌내야했던소녀。この方と同じ苦界に落ちてようやくわかるとは。この世で苦しんでいるたくさんの人々の助けになりたい。なんで気づかんかったのか。私が救えるのはたったお一人やったんや。たった一人おられるやないか。なんと可愛らしい。上様の方が私よりずっとお似合いでございます。将軍의아픔을깨달은아리코토는그녀를깊은불행에서구해내게됩니다。1년뒤上様、失礼つかまつりまする。アリコトにございます。アリコト。私に嫌われたらどうしようなどとお考えになっているあなたが愛おしゅうてならぬのやないか、知恵様。将軍은그와사랑에빠지며진정한행복을되찾는데。それはそれは、お二人とも仲睦まじいご様子で、そして何より上様のお変わりをひどい感触を起こされることも。そんなことはよい。いまだに上様にご解任の兆しが見えぬとは由々しきこと。하지만카스가의고민은날로깊어지고결국또다른계책을세우게되죠。また会っておくれよ。ほら、ステさんこれ。お、こいつはどうも。한편잘생긴놈으로마을여자들을설레게하는스테조를못마땅해하는부모님。今じゃどこのうちだって男が生まれたら家業なんざ手伝わせねえで、男は家の宝じゃねえか。それが情けねえっつってんだよ俺は。あんたもうるせえ。大体俺が女たちからもらってる金はこの古着屋の稼ぎよりもずっと多いんだぜ。세상에말이나못하면よく似合ってるぜ。まあありがとう。何度見てもアリコトに似ている。그날밤。そこな町人。え？そなたのことだ。カスガ와함께찾아온마사카츠。控えよ。はっ。江戸城に上がり上様にお仕えしてみる気はないかい？え？新しいお中郎がこの大奥に入ってくるて？おいおい玉へ。곧이어새로운오추로가들어온다는소식에오우쿠는술렁이게되는데요。なんでそないなこと私に教えてくださいますのよ。我らはもうアリコト殿に含むところなど何もないぞ。どないしたんや、難しい顔してお前らしいもない。アリコト、お玉はわしとアリコトの仲が良いのに焼いておるのじゃ。上様、失礼つかまつります。예상했던대로스테조를입궁시킨카스가。카스가도노これ。なら上様もきっとご満足。そりゃ無理や。何より上様が。だから
そこをそなたから上様におしとねを交代させていただきますと申し上げろと言っておるのじゃ。上様のおそばにはべって一年、未だお世継ぎが生まれぬのはそなたに種がないからであろうが。그에게치유까지안기며쇼군을설득하길강요하죠。わしに他の男と牛堂を共にせよというのか。おしとねを一切ご遠慮させていただきとうござりまする。上様お前にわしの何がわかる。春日に逆らえばその身が危ないと思ったか。そんなふぬけは死ねばよい。死ぬ。殺してください。どんなにひどい男でもあることが好き。私もや。その時はわしと一緒に死んでくれるな。徳川と一緒に滅びてくれるな。はい。결국그녀는이런글을이해하고둘은영원한사랑을맹세합니다。ステゾーと申しやす。アリコト殿、この者そなたに瓜二つではないか。私に解消がないゆえそなたには苦労をかけるの。本人よろしゅうお頼み申します。こちらこそよろしゅう頼む。では그날밤새로운오츠로를맞이하는쇼군。なるほど、そなたがステゾーか。上様、なーに、怖がることはござんせんよ。無礼者、頭が高い。お前が私を抱くのではない、私がお前を抱くのだ。アリコト様、アリコト様。법수사아리코토는밤새괴로워한듯보입니다。얼마뒤왕실엔놀라운일이벌어지는데바로쇼군이회임을하게된거죠。딸을낳게된이에미츠。난테가와이인다아깐보가こんなに可愛いなんて、オイラちっとも知りませんでした。そなたはこの千代姫の父親、その父親の名がステゾーではいかにも縁起が悪い。そちの名は今日からオラクと改めよう。아리코토와마찬가지로새로운이름을받게된스테조。そじゃ、あしはこれにて。あ、ステゾー殿、おいとましますよ。ああ、けどね、アリコト様、オイラの名前は今日からオラクってんですよ。まことにお可愛らしゅうございますな。矢島、お前はしばらく下がっておれ。はい。私にはお前だけだ、アリコト。우리제발사랑하게해주세요。네。オイラは将軍家の姫様のお父上だ。バザー。それでステゾーの容体はいかがなのじゃ。半身に麻痺があるゆえ今後男として物の役には立つまいと。그는설레발을치다반신불수가되어버립니다。アリコト、アリコト、アリコト、カスカじゃ、カスカがいいと言った。하지만석달을함께해도악인는생기지않았고점점지쳐가는두사람。미소구치사쿄스테조とは違い名門미소구치家の血を引く烈気とした武家のものじゃ。承知いたしました。이후로도카스가는계속새로운남자를데려오고쇼군은이상황을받아들이죠。この世のあまたの女がそうして生きてきた、わしだけが耐えられぬ道理はあるまい。他の男の子を産んでも、わしがそなたを愛おしく思う気持ちは以前と何も変わらなかった。わしの心にいるのはそなただけじゃ、アリコト。이날아리코토는한층성숙해진그녀를마주하는데요。強なった、それはあなたが母におなりになったからです。今なんと、今なんと仰せになられました、アリコト様。上様のおそばに上がって上様との間に子を成してほしい。私の代わりに上様にお世継ぎを産ませてほしいのや。아끼던교쿠에에게도동침을권유하게됩니다。카스가의주머니사망。그리고점점쇠약해진카스가는몸져눕게되고。水がもうのうなった。お持ちいたしました。ただいまお継ぎいたそう。아리코토도너。그녀를극진하게돌보는아리코토。
有功様。赤面疱瘡です、有功様。밥수사어느새왕실까지들이닥친전염병의위협とにかくすぐにオラク様含めたその3人を大奥の他の男たち、特にお夏様とお玉様からなるべく遠ざけるのだ。それから私も3人と同じ部屋で寝泊まりするぞ。私はとうにこの大奥ではいらぬ男だ。赤面疱瘡で死んだとて何の不都合がある。아리코토는손수나서고홀로병자들을수발하기시작하는데이기모치다나니까호시이모노와나이까도시테손나니오이라니욕구시테크라사룬데사이고니모이치도지오히메사마노오카오가미다갓타나그렇게꽃피우지못한채한만의삶을마감하는스테조소까신다가한편카스가의병세또한점점악화되는데요ウエ様がいらっしゃいましたぞ。もう寿命なのでござりましょう。どうかもこのまま生かせてくださりませ。그날이후종종혼수상태에빠지며죽음에가까워지는그녀아리코토도노ここへここへどうかマサスケを呼んでくださりませぬか。覚え書きをしておったな。はい。その日記を私が死んだ後も書き続けてほしいのじゃ。日記の名は没日録とでもしておくがよい。카스가의유언덕분에오쿠의역사는기록으로남게되고얼마뒤그녀는조용히숨을거두며삶의뒤안길로사라지게됩니다 하지만애석하게도정면포창은전국을들쑤시며계속남자들의목숨을빼앗아가는데시바스모삭짓노온레모시아게마스오모테오아게온나노코에우에사마노오가리결국일본조정은최초의여자쇼군을받아들이게됩니다いつの日かまた元の通り男子の人口が増え、男子が家督を継ぐようになるその日まで、誰か、わしが女将軍となることに、異存はあるかえ？그녀는즉위하자마자예산절감을위한오후구정리에들어가는데요なるべく若くて、武道も苦手な方が良い。その100名の者には、次の新たな役目がある。해고된남자들은요시와라의유각으로보내지죠그곳에갇혀평생여자들에게씨를제공하게됩니다그리고또하나의끔찍한법이제정되는데そしてその男は必ずナイナイに死罪といたせ少なくともわしは許せなかった許せなかった밥소사오세노마마니온전과는거리가먼그녀의정책들백성의暮らしにはまだまだ締め付けが足らぬ하지만그녀의강력한정책은감소하던남성인구의제동을걸고회복의기회가됩니다얼마뒤고요이노요통이니아리코토사마오토노오세니고자리마스아리코토오시도네요고지다이사세테쿠다사리마스그는쇼군과의동침을거부하고ウエ様のお心といういつ変わるかもしれぬ頼りないものにすがって生きてゆくのが誰の子を産もうとわしの心はそなただけのものじゃと言ったではないかけど私も男です心だけやないあなたの体も私だけのものにしなければ我慢できんのやあなた様にはお子があらしゃる오랜세월함께해온그녀역시아리코토의마음을이해하게됩니다그이에미치는여러번회임을하지만모두유산하고27의젊은나이에삶을마감하는데요아리코토사마준시나사레타도노입보가ただいまございました나니마사카스도노아나타모上様に恋をした男たちの一人だったのでしょうか。
アリコト、わしが死んでもそなたには大奥にとどまってほしいのじゃ。娘が四代将軍となったとき、娘の父親代わりになってやってくれ。好きだったぞ。そなただけがわしにとって男だった。한나라의쇼군이기전에진심으로사랑했던여인을떠나보내는아리코토今帰ったよ。おかえり、里姉ちゃん。今日はイネさんのとこのミオだけだ。マサはこの間はらんだので。別に昔から呼ばいは珍しくもねえことだろう。사실남자와여자의입장은바뀐게아니었고육아와가사노동을여자들이떠맡게된셈이었는데요。これがうちの跡取り娘のお菊で、どうかそちらのニスケさんに。いいね、ニスケ。이즈츠야산다요。하지만부작용또한만만치않았고늙고쇠약해진남자들은버려지게됩니다。さ、みな早く。まもなく上様のお見えになるお時間ぞ。오늘오후쿠에는새로운쇼군이방문하는데。上様のおなり。새로운여자쇼군이에치나의등장과함께이야기는끝이납니다。2023년넷플릭스에서공개된이애니메이션은전대미문의병으로남성인구가줄어들며여성쇼군을섬기는오호쿠에서의이야기를다루고있는데요。요시나가후미의만화원작으로이미드라마로방영돼폭발적인기를누린작품이기도합니다。특히남녀가역전된일부를제외하고는과거사건들을정확히묘사하여역사적고증에도충실하다는평을받고있는데요。권력의암투와음모뒤에서치열하지만아름답게살아온오호쿠의비밀을엿보고싶진않으신가요？지금까지꿀잼애니오호쿠였습니다。재미있게보셨나요？그렇다면구독좋아요